今回は江戸時代初期に俵屋宗達が京都で確立した琳派についての知識をご紹介いたします。これを見れば琳派ってなんだっけが解消されますよ。日本美術史ではいろんな派があります。室町時代から幕末までの日本画の一大流派である狩野派のように師弟関係や血縁で受け継がれるものもありますが、琳派はこれとは異なります。江戸初期の俵屋宗達、江戸中期の緒方光琳、そして酒井抱一、琳派を代表する絵師は違う時代に生きているのです。後世この流れを琳派と呼ぶようになりました。琳派の最大の特徴、それは計算された見事な構図にあります。俵屋宗達の代表作である国宝風神雷神図屏風はあまりにも有名です。宗達が確立したデザインからさらに洗練させ、琳派をさらなる発展に導いた光琳。光琳の柿つばた図は代表作でもあり、国宝宗近寺の六曲一層屏風に鮮烈な柿つばたの群生をリズミカルに描き切っています。意匠性が際立ちながらも、単一の植物という制限されたモチーフと色彩が画面構成を際立たせているのです。琳派で注目する技法は2つあります。一つは絵師が好んだクローズアップです。人物を描かずに物語の主人公が目にした風景のみを描く方法です。二つ目は垂らし込みです。塗った色が乾かないうちに他の色を垂らしにじませ独特の効果を生む技法です。これは宗達の風神雷神が乗る雲に使用しているので見つけてみてください。そして二曲一層も特徴です。日本の屏風は6つのパネルを使う6曲一層なのですが、琳派は2曲一層が基本。そのため琳派の屏風絵は見分けがつきやすい特徴があります。琳派は狩野派の伝統にのっとり、優れた技術を持ちながらも独自の美学を追求していきます。特に細密画の技法を駆使して自然の美しさを描き出し、鮮やかな色使いが特徴的でした。また花鳥画や風俗画など多様なジャンルを手掛けたことも琳派の特徴です。そして琳派の最高傑作と言われるのが紅白梅図屏風です。この作品は緻密な描写と鮮やかな色、垂らし込みと型紙を使用する技法で構成されています。琳派の美学は江戸時代の贅を尽くした文化や生活様式とも密接に関係しています。琳派の作品は豪華絢爛な茶器や屏風などとともに当時の社会における富裕層や文化を反映していたのです。琳派の作品からは日本文化の豊かさや美しさを感じ取ることができるのです。美術館で本物を見に行く休日を作っても良さそうですね。いかがだったでしょうか。ではまた次回の知恵の実でお会いしましょう。